た。まあこれですよね。まあね、早速打ち始めたいと思います。当たりました。うまいねお兄さん。リーブ、おムービー来ました。次回 50% 赤文字やぞ。頼む。あらこれダメな気がする。いや俺いけると思う。 50% やぞ。ほらだったら出んなよムービー。出たんじゃないのゴールドってことは。お前風吹かすなよ。やんない。あ、吹いた吹いた、マジ吹いた、マジ吹いた、回ってるもんね。マジ吹いた、マジ吹いた。よし絶好調。こんにちは、私がシンフォギアです。お昼は死んだ魚の生の肉、美味しかったね。みんなでたらふく呼ばれてきました、はいはい、心機一転後半戦、はい、半分もう泣きそうになってますけど額は負けてないですよ。まだまだ額は、ね、18、18。いや銚子丸美味しかったな。銚子丸美味しかったです。いつも安回転寿司しか食べてないから。そうですよね、やっぱ死んだ魚の肉の切れのでかさが違いますよね、うん、でかいでかい。娘に食べさせてあげたいなと思ったよね。お前さ、俺がパチンコで負けてる時さ、そのお前ランドセルとか二段ベッドとかさ、いつもくら寿司だからさ、寿司をさ、俺も銚子丸食べさせてあげてや。食べさせてやれよ。知らんがなそんなもん。でもね、娘たちからするとくら寿司のが嬉しいの。やっぱビッグラポンがあるから。やっぱな、博打が好きなんやな。結局ビッグラポンだから。あ、いやあれはいい戦略というか。いや結局さ3皿ですと、うんうんうん、あと2皿、そうね、あと2皿食ったらビッグラポンできますよ、ね、そう食っちゃうんだよね。お父さんお腹いっぱいでもパパ食べてって言って100円の寿司2皿食べちゃうもん。で知らん間に下のチビが1皿取っちゃったりなんかすると、あーもうこれあと4枚食わなきゃんって。いや捨てろもうそれは。4皿は捨てろ。まもなく2万ポン吸っちゃいます。2万ね、早いな。いや頑張ってるけどな今日は。ゆうた財布取って。あ、もう持ってた。お前腹立つな。もう持ってた、うん、よくできた AD だな。あのね、でもね大事なのはこの1万円なんですよ、うん、これで当たってなんとかしないとずるずるいくんですよ。だっても次入れるの4枚目だから。確かに。もうこれいつもの感じやん。1万発必要になってくる。そう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 。踏みとどまるんだったらここしかないんですよ。確かに。皆さんで覚えておいてください。パチンコで大事なのは3枚目でなんとかできるかですから、そうね、2万円台で踏みとどまれるか、これですから。もうでもこのヤングチャンネルの実践、うん、多分30万ぐらい負けてると思うんですよね。え、そんなに？だって高須で6でしょ、うん、このシンフォギアで6でしょ、この間、うんうん、サラ金が5や、サラ金5でしょ、うん、犬やしゃが5ぐらいでしょ、うん、ほうほうほう。いやもう楽勝で30近く負けてると思うんだよね。多分返してほしい。で勝った時は湯川さんと乗り打ちだし。ああ、お、本当や。確かにえらいことになっとるな。だってあのエヴァだなんだ打ち倒した日も4万ぐらい負けてるから。いやー負けとる負けとる、うん、やだよ俺今日も1000ハマリとか。俺だってやだわ。お前1000ハマリして 4,5 万負けとる時に頭に風吹かされんのやぞ。お前な、お前お楽しみやんじゃん、うん、なんかああアホがあたふたしとるわみたいな。俺だって俺は本来ふーってやりたい人間なの。そうだよね。どちらかといえば、おお、いったいったいった。あれ、あ、風の、これ何吹くってこと。風ステージだから吹きやすいとかなのかな。あ、これ金じゃないの。金です、金です。見たよお前な、金だぞ。お前絶対風吹くなよお前後ろから。絶対大丈夫、絶対大丈夫。早く風6、5、7から始まることはないで。あんまマリア、アクシアの風ステージとか行く。なんか続いてるよ。
ちょっと風吹いてよ。押し続け。風が吹くの。風が吹くでしょ。赤、リーチなだけか。風まだ風吹けや。赤い。金出たもんね、うん、アクシアの風ステージ。お信頼度ナンパーとかないの。風ちゃうか。でかい。よし、絶勝。プチュン来い、プチュン。ない。風吹いてよくないですか先生。アクシアの風。もう出た。え？何今の。疲れちゃった。やっぱお前に吹いてもらわんと風吹かんのやな。でも金系の予告はほぼ7割ぐらいあるよ。あるよね。あ、チャンスだったな。アウトです。取れてます。はい、ありがとうございます。よろしくお伝えください。ありがとうございます。すいません、いつもありがとうございます。もう今むずあの人すごいで。ああ、珍しいパターンやで。え、どっから来てるんですか。いや、いや多分この辺の人だと思うけど、はい、もうあのちょっとぜひ言いたい、はい、何、いつもの完全逆パターン、はい、娘がファンなんですよって本当やってなあ、俺あの父がファンなんですって100回ぐらい聞いたけどなあ、娘がファンなんですって初めて聞いたから。あら、20年やってて。あらららら、どこがいいんだろうね。わかんないよ。父がファンは確かに。だから何回も目撃してるわ俺も。カメラ回しててお、なあ見とるやろ俺。可愛い子来たなと思ってね。そう途端に俺の顔色が曇るやつな。なあ、父がファンなんですみたいな。確率超えました。そうっすか。これ3回当てたっけ今日。そう、タンタンゼロ連。おい、リズミカルに言わんでアンドゥーゼロワン。そう、すげえのしかかるな。なんかタンタンゼロ連嫌やな。嫌だね。さあ、溶けるのか。溶けたよ。溶けたのか。もう溶けたよ。270や。溶けた。ユータ1万円ちょうだい。もう1万円札使いたくないから5000札を使っていこう。今日4万すると10万か。そうだよ、シンフォギアで。そうだよ。うわ、もう帰っていいやろ。10万負けたら。うん、300。えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。またこの動画見てパチンコやめる人増えますよ。やかましい。5000作戦失敗や。秒でした、秒。いや、ほんと秒やったな。何にも起きない。これ終わって4枚。4枚。もう当たるまで喋らんぞ、もう。はい。無駄やろ。無駄。なあ。継続だよ、継続だよ、継続。こっからの継続って熱くない。あ、いい、あ、別にか。あ、でも疑似さんだ。あ、なるほど。おお、金だよこれ。金せー。あ、プチュン来た。外国の歌。あれ、しかも人違くね。これ当たりじゃない。誰これ。せー。あれ、あ、絶唱じゃないのか今の。せーなだけか。来た。でも金だよね。デスデス産業の人。うん、あー、絶唱。プチュン来い、プチュン来い、プチュン来い、プチュン。うわー、 40% からの絶唱。正 40% やろ。キラリ輝けサンシャイン京楽。
おい、緑ってどういうことやねん。でも赤上がんないよ。出た、これ当たりやろ。よしよし、36本きた。風やってみない？そうしよう。ねえ、俺頭寄ってるから、ヤクさん頭ここにくっつけといて。ここぐらいで、ここぐらいね。流行らしたいってこと？うん、まだいいよまだ、うん、流行らして2022ってことな。よし、よし、流行れ、流行らすぞ。風を感じたいです。どうやるどうやる、これな、なんかそのポイントポイントで吹くんじゃないの。ああ、来たん、まだ。吹いた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 風吹いた風吹いた風吹いた、分かった分かった。ちょっとね、映像上よく分かんなかったかもしれないけど、吹いたね。よしよしよし、風を感じました。浜田翔吾です。おら、36000、お9000発ならちょろいやろ。マクロマクロ、10ラウンド絶対、10ラウンド。バカ ー、 まあ久々の2連てか初か今日で。タイプは響き、 OK。 このスタートしてからの4回転ぐらいが異様に速いよね。ここで使ってんだもんね。あさっきこうやって入ったから。今だ、ブルラン。多分レンちゃんがあんまつまんないんだぞ。赤だろ。あ、ないわ。うわ、2個、3個じゃない。押せ、え？錯覚入れたのに2連。いや、またしても流れ星なさすぎじゃない？無理じゃね？俺も腹いってよ。10ラウンド1回も取ってない。553玉ある。絶対諦めないとか言っとるな。なあ、こいつ。ああ、こいつはね。めっちゃのんきやぞ。響きはそういうやつだから。絶対諦めないとか、うん。だからアニメとか嫌いなんだよ。死んでも帰ってくるとかな。そうそう。いや、本当やで。そんなんばっかや。ヤングさんが今、ひどい目に遭ってます。両角だけ当たってないの。ああ。ああ。
あ、お、え、来た、何これ、あ、何これ、戦記絶唱チャンス 4XZ みたいなやつ、あ、なんかすごい歯車が描くホロスコープ、エピソード系か、歯車が描くホロスコープですよ。いや今言ったわ俺が。なんでお前が言うんや。わしに言わせろお前。大チャンスやぞお前。初じゃないですか、ええ、ね、ちょっとエピソードは、ええ、あるんだ。なんといっても歯車が描くホロスコープですから。今僕は皆さんに歯車が描くホロスコープをご覧いただいてます。外れそ う, おう、今ね歯車が描いてんです。ホロスコープ、あれ描けず、また復活あるやろう。あった、あったあったあった、見ました、歯車が描いたホロスコープ。これです、これです。ああ、これが歯車が描くホロスコープ。もう分かったから。俺もう一回左でやるからな。俺な、風じゃなくて俺はやりたい。もう赤いのとか見せてよ。あと、あ、じゃあ、そう、驚くべきことに持ち玉です。お、5回目の初当たり。え、1000円使ってるでしょ。あ、ごめんなさい、なんで嘘ついたの。気づいてなかっただけや。忘れとったんや。お前嘘つき呼ばわりすな。ワイトルガのアタッカーがもう今歯車がホロスコープを描いちゃったらもう粘ってるよ、この最後の4万使い切るまでが。まあこれ使い切るとキリのいい10万でしょ、シンフォギアで。おあいた、だもう歯車がホロスコってきたね。ホロスコ、ホロスコ、ホロスコ、ホロスコ産業をいただきました。ちゃうの、これであのゼロ連とかやってるから。そうよ、ここやねん。もうよし、ここは満タンのね、保留を7から11個か。頼む、タバコ吸ってくる。ありだと思う。ゆうた何連すると思う。た、1連2連。ということでこれよりヤングさんは連チャンに入るわけですが、はい、椅子が下がればいいのにな。椅子がなんか俺的にはしっくりきてない、しっくりきてない感じはあるんですよ。よし、まあええわ、とりあえずやるぞ。はい、今だ。いや、どうかな。いやいやいや、最速で最短で当たっちゃえ、ダメ。とりあえずリーチになれよ、とにかく。早っ、あバッケン、暑いやろこれ。バッケンって暑いんじゃないの。もうダメだ。6、また6か。3個、3個来てくれ、3個、3個やったら大丈夫。赤、終わったなこれ。2個か。うわ、また
たまにはいいことあるんじゃないの。バッケンがさ押せない。バッケン当たってもよかったんじゃないの。なんでそんな当たらん。欲しい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 。へったくれん。もう OK。 あったまきた。10万点負けて帰る俺。もうドタマきた。ドタマきた。もうはよ、もうほんともう全部右打ちして帰りたい。もう向いてないよヤングさん。やかましいわ。シンフォギアは5回中3回入って2回スルー。うわ、タンタン0連2連0連。10万はなかなかよ。まあ、2日とはいえな。ヤングさんだって10万あったら息子と娘にさ好きなもん。おやめろやめろお前。なんだっていいもん買ってあげる。やめろお前。やめろよなお前。ほんとほんとほんとお前今日文化祭やぞ息子な。俺は息子の文化祭見に行くのをやめてパチンコ打っとんのやぞお前な。あ、文化祭なんだ。見に行こうと思ったら4時までだって言われて、あー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 っつって、あららららら、4時までだって。追加投資します。文化祭か。いやそんなんあれやで、俺初めてだもん。見に来るみたいな言われたんだ。わえ、俺行ってもええのって言って、終わったと、じゃあ八王子行くから飯はって言ったら、いやその片付けとか打ち上げとかあるから、うん、そうだよね、うん、いやもう絶対もうそんな無理だよって言われて。あ、来た。あ、ブルッター。おー、あ、来た。また来た。息子から手紙が来た。ブルッター。八王子で待ってるねって書いてない。やかます。あたんだから。書いてない。例だから、例だから、ほら。あーこれ来たわ。また当たったぞ。よし、赤いやつでやりますから。手紙まだ開いてないよ、うん、まだ出てない手紙。これは相当やっぱまだで手紙なんか出ない。あ、来た。あー、キングギドラ。キングギドラか。ありがとう。あー、プチュンないね。まさか。お前手紙とブルと絶唱やぞ。うわ、復活復活復活なら直入り。復活復活直入り。うわ、お一日にブル2回も外れるな。喜びすぎやろ。まあ、喜びすぎやろ。尼ヶ崎真由美がめっちゃ笑った。喜びすぎやろ。嫌んじゃあらへんよな、ほんと。何が八王子からの手紙じゃん。書いてなかった。おう、ああ飲まれました。とりあえず外で撮りますか。 OK。 インターネットをご覧の皆さん、始まんのかい。もういいです。終わったんでしたっけ。もういいです。記憶ないんですか。終わったんでしたっけ。記憶なくなっちゃいました。バグっちゃった。終わったんでしたっけ。もうインターネットはしか言えない人になっちゃったのか。大丈夫ですか。そう、やばいな。やばいっていうか、なんやろな。本当ねえ、やっぱパチンコのダークサイド、ダークサイドとか言ってるじゃないですか、うん、や闇は深いです。深いね、うん、俺もなんか出る人の撮りたいわ。おう、そうだよね。せっかく撮るならね。いやそうですよね。そう、一岡さんとで景気のいい、あーみたいな、この格言続くやるなみたいな。初めのうちは楽しいよ、当たんないおじさんと打ってまあやってんのも。2回連続ってなるとやっぱ当たんないおじさんって結局当たんないおじさんでしかないからね。確かに。いや本当に、ね、うん、はあ、言葉が出てこないです。
うん、それ普通感無量の人が言うんだけど、じゃじゃ俺もう何も言えねえってね。でしょ、金メダル取った人が言うやつだから、やっぱりパチンコで10万負けても何も言えなくなるっていうことが今日分かりました。そうね、うん、お寿司美味しかったしお寿司うまかったもん。唯一の救いがそれ。お寿司美味しかった。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 今日は銚子丸の寿司が美味しかった。美味しかった。そういう一日ですね。はい。帰りましょうか。うん、あのね、もうあの立ってらんないですもん。そうですね。はい、もう立ってらんないんで。はい。OK です。ということで、今回はこの辺で、はい、お開きとさせていただきたいと思います。高田のままに入りたいと思います。はい。ありがとう。します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。